広公共図書館前に置かれた、那覇の石、那覇の石を動かす那覇の石は、アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島広の公共図書館前に置かれている大きな石である。これに関しては、ハワイ先住民の言い伝えがある。那覇の石はもともと、カウアイ島のワイアレア山にあった3.5トンもある大きな石で、その後ハワイ島へカヌーで運ばれた。 ナハ族の子供が生まれた時にその血統を確かめるために使われ赤ん坊を石の上に寝かせてナハ族の子でない場合は泣き出し泣かないでおとなしくしている子供はナハ族の血筋である言い伝えられていたまたこの石を動かした者はハワイ全体の王様になるなどと言われてきた青年カメハメ派は1 7 8九年にハワイ東広でこの石を動かしてその後まず ハワイ島を統一し、次にマウイ島、オアフ島を戦いで勝ち取り、カウアイ島は霊属させて、ハワイ諸島を統一して、ハワイ王国を打ち立てた。それまで、個人の持ち物であったが、1952年にハワイ州へ寄贈されて、現在の場所に移された。